おはよう。よろしくお願いします。13歳です。中学2年生です。こちらハローボタンバチでよろしくお願いします。おはよう。ちょ、見てほい。そうなの。そんなに、この状態でね、寝てるな。パピプペポーさんのアピです。よろしくお願いします。中学2年生です。ありがとう。ぜひこちらフォロー。いえいえ、こちらこそ来てくださってありがとうございます。では、ごめんなさい、行っていきたいと思います。よいしょ。ありがとう。いろんな面白いやん。4月の19、マイカ、明日はマイカ、明日は日にしますね。みんな見に来てほしいな。開けると伸び嬉しい。今日は水曜日。中田さん、形跡。誰かカバヤ姉さん、エジャーデイショクさんなら、西さん、こさ。さん。マジョンデキヤさん。中田さん。
リスコンさん、ユズナプタダさん、イコムさん、XV さん、ありがとうございます。明日もいいか、待ってる。出てほしい。はよー、行きます。牛の日なんだ。マジか。牛。うん。牛の日か。じゃあうなぎ食べ。ほら、漢字うなぎで合ってる。食べないとね。二列目の下。オッケー。はい。ゆずきちさん、ハットありがとうございます。ゆずきちさん、ハットありがとう。うん、お、座ってるかも。オッケー。のびは「サウンドミュージック」の「ドレミの歌が頭から離れません」。とありえるパパです。Me, myself, for a long, long way to the dawn is spread. Love, I think I'm jamming red. Oh, oh, don't. I need.Me, a name, I call myself. Long, long, long way to fall. So I need a story friend. Love and old boy. The African jam and red. That's aDo re mi fa sol la si do so do do mi 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 do mi do do なんだっけ so re so do la mi do so
調べてみて。ということで聞いて、そっからちょっとね、ですよ。ギフトさんと一応ギフトさんのやつ書かないと。DVD はね、いや今あるのかな、ないのか、まあ、あるはあるかもな。よいしょ。これとギフトさんが、よろしくギフトさんが降りちゃう。4月の19日水曜日。さんもありがとう。おはよう。ね、なかなかね、この歌詞はないよね。英語バージョンがなんだかんだ。
僕だけの時間だ、もう誰も眠ってしまうがいいって書いてある。すごい。本当の自分でいられてできる太陽が昇った大地には光に透かされたとされた時に息が止まる友達と上手に生きなきゃそんな意識してたい。君を好きになって僕のままで、そう、弟目が覚めるっていうのね、前からはちょっとずつ薄々勉強をしようとすると必ず眠くなってしまうんですよ。やけん歌を聴きながらとか、おはよう。そう、昨日ずっと歌ってたから今日も歌いながら曲を流しながら歌ってた。いやー本当に、おはよう。ではそろそろね、字を書きたいと思いますわ。誰で、私はこういうものですわ。株式会社会社ノアピシアター見ませんが、私はちょっと真由里やるよ、やるなんかやりたい。クラシック、そのなんかかけるっていうのとは、大体バイオリンのクラシックそういう系が多いかな。でも昨日はまあちょっとなと思いながら
トントルント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 そんなしどここはわみって始まっていくからそう簡単だもともとね自分でねちょっとちっちゃい頃にねてててて、てててて、て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 んてりーん、ててててて、なるほど。実筆していきます。うまく描けたっぽい。テレサ先生もあった。転出のしました。目をこれね。ちょっと不格好な素になっちゃったけど。そう音楽はね明るく明るい系でね。ね。なんかテニスみたいなテニス
テミスの教室っていうさ、あのノピはなんとなくしか見れてないけど、法律の、はい、裁判官と検事とかのやつ、もともとね公式テニスもねやったのやめてお、いちごギフトさん、死んでギリギリいちごギフト達成しました。オリシャさん、一応ギフトさん、シンジラングレーさん、ありがとうございます。ありがとう、 Thank you。 でもね、最近ねテニスね、できてね、頑張ります。ではね、今日練習文字なのでちょっとねにしないとまずいなって思ってひらがなにしました。公式プロフィールにも書いとるよ、見てないね。おはよう。どうしてだろうかな。見てないんかい。本当に見てなかったよ。で趣味がテニスに入っておりますね。うん、テニス。アリさん、クマパありがとう。わかばん。すごいね、なんかいい感じ。のわかばん。いいじゃんいいじゃん。これずっとくま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 くの悪魔、くま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 の悪魔ってやってたら多分ハードルめっちゃ上げるよ。誰にも負けない実力がありますのでね。うん、あ、腕痛くなるよね。よいしょ。小田桑さん、ナビだけじゃなかったのかな。うん、ナビ可愛いとか言ってたけど、許可はもちろん
きさん、バブさん、くまはい、くま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 、うん、卓球、卓球もね、パパ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 パーンってやった、そう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 、卓球も私はね好きですよ。とか卓球していいよっていう風になってたので、あのそれでね、卓球もできて、テニスもできて、水泳もできて、でもそう、そこそこなんだよね。そう、今までもね、習い事何か一つに絞ることができなかったからね。おはよう、ボイボイさん久しぶりじゃない、ありがとう。皆さん、テニスは片手打ち、両手打ち、あー、打つ時は片手打ちで、左側の手で時は両手打ち、フォアとバックって言うんだけど、右手がフォアって言って、左手で、左利きの場合は左手がフォアでバックになります。私はフォアの時は片手打ちでバック。サーブのボレーどっちが好き？ないしかな。そう、私ちょっとね、ボレー恐怖症なんです。最近ね、ちょっとずつね、克服してきてますので、髪は日本語英語で言うと hair、 髪の毛は hair、うん、そうだね、エースを狙え。お母さんに見せてもらいました。うん、軟式テニスはね、すごいね、バンってあと力づくバーンって打たないとね、飛ばないので、そうね、あのなんか打ってたりするけど、その時全然飛ばないもん、いつも思う。ね、届く範囲が短くなるから、あのたまに片手に前に落とすっていうことをしてる。相当届かないとき、相手が後ろにいたら前に落として、相手が前にいたときは大きく振るようにして、うん、時間稼ぎになる。そう、気は確かに当てるだけ、当てるだけっていう、ボレーで当てるだけ、当てるだけで、なんかちょっとドロップを落としたい、前に落としたいっていう時はちょっと切るみたいな、でちょっと切るみたいな感じ。なんかね、してるかな。ハピね、苦手なんだよね。かかるんだけど、
そう、私ね、ドライブはすごくかかる。なんかすごいブーンって後ろにガーンっていく、なんか大きい、なんかこういう回転がかかってるから、みたいな。そう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 。で、結構で自分にそのドライブの球が来ると結構後ろにガッ時に、ま、なるべく前で打ち返さないと、トップスピンというやつだね。わかんない。ブー。そう。で、家族とかで打ってるとき、練習したりしてるときとかは、回転がかかるから、ラケットに負荷がかかる。打ち返すので、なんか結構、力が必要というか。白状したを前半これだけ押すことにしました。で、最近ナビのこと忘れてない？あなたの力必要。私もね。のところでね、売るんだよ。わかんないね。もうね、文武両道頑張ります。わかった。苦手だけどスライスが得意。私はドライブが、下でテイク飛行する。なんかね、シュー溜まってね、ポーンポーンっていくので、ドライブはボーンボーン、スライスはボーンシューみたいな感じでいくから、で、ドライブで返すっていうのがすごく難しくて、少しずつ上手くなってきてる感じで、すごく上手だなって。どっちも使い分けたりするから、たまに強い球とか、フラットとスライスが得意です。で、フラットっていうのが、そのまんまパンって打つ球。そう、なんか、そう、フラットっていうのが面が何も切らない状態で、パンって初心に戻る感じについてるので、ドライブっていう、なのでね、それを なんかね、そうそう、面がにこうスパって切るんですけど、あ、やばいやばい、今この話してる場合じゃないよみんな。テニスの話はここまで、また来週よろしくお願いします。教えた、また明日ね。ん、あ、どちらの方も知っておりますよ。私セカンディス、ゆずきちさん、そうです。デイビッドさん、ありがとうございまーす。ライバイさん、セクス、イズ、ダレン、カワイアさん、セブス、イズ、イズさん、ナイン、イズ、ホリちゃんさん、トゥ、テン、イズ、タイ。
太陽ニコニコマックさん、イルブでテチャさん、一つも絵文字増えたんだね。そしてさん、読み忘れたか、ありがとうございます。ではございます。またね。この方、頑張ってください。それではまたね。